どうもこんにちは、サガです。じゃん。ショートスケールのスティングレイです。はい。スターリンから出てるんですけどね、これがね、いいんだよね。はい。パッシブです。で、コントロールはボリュームと、あとロータリースイッチでシリパラタップですね。で、あとパッシブなトーンがついてます。はい。で、スケールが30インチっていう。うん。これがね、音が太くてね、すごいかっこいい音するんですよ。最近ジョーダートとかがさ、やってるじゃない。パッシブのね。はい。だからパッシブで、ちょっとスケールが短いっていうのも、こう、トレンドに乗っかりそうなところあるかなって僕はちょっと思いますね。短いスケールのベース、ちょっとね、流行るかもしれないですね、これから。はい。で、まあ、あとは、こう、6点止めでね。はい。まあ、色がかっこいいですね。普通のスティングレイにはあんまり見られないかも。はい。で、ブリッジはね、ちゃんとそれっぽいのがついてて、で、まあ、ヘッドは3対1で、ね、いつも通りでございます。っていうね、まあ、音がかっこいいって話なんで、ちょっと聞いてみてください。Thank you.
ま、あと僕が結構いいなと思うのが、パラレルのトーン絞り。パラレルのトーン絞りってなんかね、変だね。ちょうどいいっていうか、こうプリアンプが入ってない分ね、よりこう普通の音に近づいてるっていうのと、あとは少しウォームでその低域の量が増えてるっていう、だから逆になんかすごくこう使いやすさも感じるなって思いますね。なんかちょっと弾きづらさは少しあるかも。なんか多分ここの位置が違うんだろうな。はい、っていうスティングレイ中古でね、はい、キーケンボックスの横浜の方に入ったので、よかったら弾きに来てみてください。ということで、うまくいけなくてごめんね。